これはですね、熊本出身のパリコレデザイナー田山敦郎さんに作っていただいた高速ミドル登場の熊本でございます。なんと皆さん福岡初登場の衣装ですよ。これ午前中ご覧になった方お分かりでしょうか。白いコートだったんですが、今度は千鳥柄のこのコートで登場の熊本でございます。これ2014年の1月にこの香港コレクションに出たんですよね、はい、そうなんです。モデルとしてなんとランウェイを歩かせていただいた時の衣装になります。すごい。で、田山敦郎さんはファッションショーの時に、はい、ふるさと熊本のことをどんどん PR してもらいたいということで今回この衣装を提供してもらったんですよね。そうなんです。すごいですね。午前中は白のコートだったんですけど、2着作ってもらったの？はい、そうなんです。白いコートと、今日も今、千鳥柄のコート2着を作ってもらった。あ、かわいい、これは。へぇー。おー、あら。あー、すごい。へぇー。いいですね、千鳥柄はね。おしゃれ。最後はそのサンプルデザインなんでしょ？そうなんですよ。やっぱりね、そんなことありません。後ろのお姉さんも、コート持ってた田山さんも？おめえのことかよ。しかもちょっと若干お姉さん某航空会社でね、なんかナッツリターン起こしたみたいな感じで大丈夫ですか？違う、そうじゃない。ナッツリターンはしてないけど、素晴らしい。じゃあせっかくなんでお姉さんもちょっと前に来た方がいいんじゃないですか。もういいですね、いいですね、おしゃれですね。すごい。お姉さんもファッションショー出たっていうわけではないですよね。そうです、今日も特別に。なるほど、はい、あ、香港では立たせてもらえなかったんで、ここの場所で歩きたかったと。歩きたかった。さあ、それではお写真を撮ってもらいましょうかね。えバンバンとしていた。さっき午前中見た方ラッキーですね。今回福岡初登場のコートなんですけど、2着両方見たことになりますよね。はぁ、素晴らしい。千鳥柄かわいいですね。かわいいでしょ。うん、あ、見て見て、いい、かわいい。どうぞ。うわ、質感めちゃくちゃいい。これかわいいわ。へぇ、しかもちょっとダブルでね、ちょっと僕と似てますね。ね、ちょっとピーコットっぽいような感じで、へぇ、かわいらしい。熊本県の PR もっと頑張るぞ。はい、さあということでございまして、お姉さんそして熊本に大きな拍手をお送りください。